はい、どうも山桑です。よろしく頼む。はい、今回はこちら、山形県産のオオクワガタでございます。この中に幼虫が入ってるんですよ。前回にもレコード級の幼虫を掘り出してしまったかもしれないっていう動画で紹介させてもらったオオクワガタの幼虫がこの中に入っております。こちらはね、 800cc の禁止ボトルなんですけど、2本目です。9月に2本目に突入している幼虫でございます。今回ね、ちょっとこれから幼虫を掘り出して中の様子を覗いていきたいと思います。どのくらい大きくなってるのかね、体重測定もやっていきたいと思います。飼育している環境は15度を下回っている環境なので、あまりね、成長はしてないと思うんですけれども、やっぱりね、気になるので掘り出していきたいと思います。あれからね、どれぐらい大きくなってるのかね、ちょっと気になるので、そちらも体重測定をやりつつ、皆さんと一緒にこの幼虫さんを掘り出して新しい禁止ボトルに入れていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。さあ、行くぞ。はい、それじゃあね、早速割り出していきましょうか。どこにいるのかな。あの時ね、確か 18g あったと思うんですよね。で、オスかメスか見たんですけど、なんかね、メスっぽかったんですよ。メスっぽかったので、で、 18g あったっていうことで、結構大きい幼虫だなと思ったんですよ。で、それで飼育レコードだと思って動画にしてみたんですけど、今回ね、その 18g のメスちゃんが今どのくらいの体重あるか、そして本当にメスだったのか再確認もやっていきたいと思います。オスとメス間違ってしまうことがあるので、もしかしたらね、オスだったのかもしれない、それの再確認も今回ね、やっていきたいと思うんですけど、果たして本当にメスだったらね、メスだったらすごい体重でしたよ、本当に。なので今回本当にね、メスだったのかなって、あれからね、疑心暗鬼だったんですよね。疑心暗鬼のままちょっと飼育していくのも嫌なので、今回本当の真実を目の当たりにして見たいと思います。メスだったらでかい、オスだったら普通、どっちかですよね。感激者なのか、はたまたどん底に突き落とされるのか。まあでもね、オスでもね、 18g あったらね、結構大きい方だったんですよ。これね、5月に割り出したのか。5月に割り出した幼虫なので、まあそれでね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで 18g ある。まあアベレージサイズってことですか？オスだったら。なので、オスだったらアベレージサイズで、メスだったらでかい。それを今回見つつ、感激者の動画になるのか。楽しみですよね。そろそろ出てくるかな。楽しみだ。やっぱりね、あの冬になると成虫さんたちは冬眠しちゃうので、幼虫飼育しかやることないんですよね。これしか楽しみございません。これがクワガタブリーダーの運命でございます。幼虫飼育が唯一の楽しみ。成虫さんたちは冬眠しているので、いじくり回さないで放っておきます。さあ、そろそろかな。ここら辺ね、ちょっとほら分裂してるから、ここら辺にいるような感じがするんですよね。慎重に掘り出していきましょうか。慎重に潰さないように、ちょっとずつ削りながら、この楽しみを少しずつ噛みしめながら幼虫さんを掘り出していきます。あ、いた、ここにいますよ。ここに見えますかね。見えないかな。ほら、いたよ。あれ、なんかちっちゃくなってるような気がする。ちっちゃくなってない、これ。あれダイエットしちゃったかな、この子。ダイエットしたみたい。あらららら、ちっちゃいわ、なんか。ちょっと予想とは裏腹に、裏切られた感が半端じゃない。そして、この子よく見てみると、
酢ですね。お酢だわ、これ。お酢です。あらー。お酢ですね。バリバリのお酢ですよ、これ。しかもちょっとなんか、痩せた？痩せちゃったかな？あらら？おかしいぞ。おかしいですよ。ちょっと体重を測ってみましょうか。ゼロにして、で、ここに、入れてあげて、何グラムあるのかな？出るかな？あ、15グラムだ。あれ、大きくなってないぞ、これ。15グラムですか。ちょっと、どん底に突き落とされちゃいましたね。悲しいわ、本当に。15グラムでした。この子もうちょっと大きくならないかな？今、12月なんですよ。12月で、もう少し大きくなってくれてるのかなーと思ったら、そんなに大きくなってなかった。まあね、あまり気温も高くないしね、食ってないって感じもありますね、やっぱり。ガンガン暖かいところで飼育してあげた方が餌食いもいいので、やっぱりもう少し暖かい環境で育ててあげた方が大型化すると思います。でもね、もうこの気温で、温度で育ててるので、このままこの子はこの温度の環境で飼育していきたいと思います。まあもう大きさにはこだわりませんよ。大きさにはこだわらないで、このまま飼育していきたいと思います。まあその方がね、不全もなく綺麗に浮かしてくれるかなっていう自分のそういう考え方もあるので、この子はこのまま飼育していきたいと思います。まあね、無理に大きくすることないよね、やっぱり。この子の命もあるので、大事に大事に常温飼育で飼育して綺麗な立派なオオカガタに浮かしてもらいたいですね。そしてこの子は新しい禁止ボトルに入ってもらうんですけれども、また 800cc の禁止ボトルを用意しております。この中に今回入ってもらいたいと思います。まず穴を掘りましょう。穴山川大好きな穴に突っ込め穴だよ。穴を掘ってあげたら、穴だよと言いつつ、この子を入れてあげます。なんかね、オオクワガタはオスでもメスでも70ミリまでぐらいだったら 800cc の禁止ボトルで浮かんでいけるので、まあこの子も最後まで 800cc の禁止ボトルで飼育していきたいと思います。綺麗なオオクワガタで浮かしてくださいね、本当に。そんなにね、無理やり大きくするつもりないので、僕はありのままで浮かしてくれると嬉しいです。浮かしてくれよ。浮かしてね。浮か浮か。よろしく頼む。はい。ということでね、今回は飼育レコードを狙っていた幼虫さんを掘り出してみて、まあ、改めて体重測定と性別判断してみました。で、ね、思ったより大きくなってないというか、むしろダイエットしてた感じがしますし、で、最もね、大事な部分、性別がオスだったということ。それがね、今回、改めて確認して分かったことでしたね。性別がオス で、体重もダイエットしてたような感じの体重でございました。でもこの子はね、やっぱり自然なままの状態で浮かしてもらいたいので、無理やり大きくしないようにして、もう常温飼育で綺麗なオオクワガタに成長してもらいたいと思います。今回ね、まあ失敗な動画なんですけど、まあ改めてこの幼虫のその難しさ、幼虫飼育の難しさを改めて再確認できたと思います。はい。またね、この子今3本目、今12月3本目なんですけど、まあ2月か3月ぐらいね、また新しい禁止ボトルに交換して、4月ぐらいかに浮かすると思うので、そちらをまた動画にしていきたいと思います。はい。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあね。バイバイ。